YouTube 大好きレボーグ大好きサンプラザ中野くんです皆さんありがとうございますサンプラザ中野くんの3チャンネル見に来てくださいまして、誠にありがとうございますさて、今回もまた、研究動画へへへへへついに、スバルのレボーグこの今乗ってる車ね。俺が乗ってる車。このレボーグから派生する車 レイバックレボーグレイバックレレルのレボーグレイバックが、ついに、テザー広告が今週出ましたいや、もう緊急動画ですよ、これまたね。テザー広告が出たっていうことはもう必ず発売になるってことですからね。間違いないですそしてですね、テザー広告のレボーグの正面からの写真が、めっちゃかっこいいレボーグってこんなかっこよかった 私はですね思わず一人ごちてしまいましたということなのでもう大変盛り上がっております見ましたよレ冷ーグに関するニュースまとめてみますとまず契約開始が9月7日もうね9月7日のスケジュールすぐ確認しました空いてました9月7日入れました自分の顔のマーク入れて車のマーク入れて レボーグレイバックって入れてきました。マネージャーもちょっとね、この日は入れられないかもしれない。何しろ、初日に契約できないと大変悲しむんじゃないかと。思ってくれてると思いますので、9月7日は午前中はオフということにしていただければと思います。よろしくお願いします。そして、他に書かれていたことといえば、どうやら最低地上高が現行のレボーグよりも2センチ上がる。 20ミリ上がるということですね現行のレボーグの最低地上高は145ミリなので165ミリということになるそうです悪い道クリアランスあるんじゃないかなと思いますそしてですねやはりカメラが3つになるアイサイトのですね能力がアップするということですねもうね <laughs> あっという間に9月がやってきますよ9月の7日から、えー、契約すると契約してから車それなりにね作り出すっていうことなんで えっと、ほら、オプションとか人によって違うじゃないですか。なので、ちゃんと契約をしてから、その人用の車を作り出すんですよ。ん ?9 月に契約して、3ヶ月後だから、10月、11月、12月。まあ、12月中には納車って計算でしょうかね。うん、どうでしょう、どうでしょう。いや、楽しみだな。でもね、問題があるんですよ。私ね、前々からどこの動画を発表するために気にしてるんですけれども、X モードはつくのか。 X モードの噂がないんですよね。まだね。それと、アイサイト x 高速道路でね、ハンズオフ走行ができてるんですよ。今のところ50キロ以下でハンズオフ走行が可能なんですけれども、これが120キロまで可能になってるんじゃないかなって、すっごい希望的観測を持ってるんですけれども、国例がですね、まだ発表になってないですね。これの2つが、レレレのレボーグレイバックにですね、 つくと、もう、最高の車ですよ。私にとって最高の車になります、ね。絶対買っちゃう。テザー広告の写真、めっちゃかっこよかった。ちょっと惚れてますよ、あの写真にね。<ー>さて、9月7日。それまでにですね、徐々に徐々に、全貌がね、見えてくると思うんですよね。どうなるんだ、レボングレバッカー レレレのレボーグレイバッケー楽しみにしているよーえー、どん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 情報。一週間おきに情報が出てくるのかなそんな感じですよね。もう8月中はスバルの広告に注目イェーイ広告から目が離せません。長野さーん !9 月7日に契約されてください よろしくお願いしますでは、えー、緊急動画お届けいたしました。ありがとうございましたまた、ランナー押して、押して、高評価、チャンネル登録もよろしく。押して、押して、高評価、チャンネル登録もよろしく。押して、